こんにちは、ベンジです。今回から桜坂消防隊というゲームをやっていきます。2004年アイレムから出たゲームです。何やらただ消防隊員として火を消すだけではなく、なんか連続放火事件みたいな、なんかそんなのがありそうな、でその謎を解いていくみたいなね、なんかそんなようなことが説明書に書いてありました。じゃあやっていきましょう。でアイレムといえばあれですよ、多すぎる選択肢とか多分そういう系です。はい、やっていきましょう。初めから普通でいいでしょう。ほう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 、あーチュートリアル見といた方がいいかな。なんかね、説明書見る感じ難しそうなんだよ。いや待てよ、やっていくうちにあるかもね。ストーリーからいきましょう。2002年火災損害状況、全然読めねえ。日々安全の確保に努めている消防隊員で、消防隊員、ああめちゃくちゃ早い。桜の花びらが風に舞い、小さな町が薄紅色に染まる。例年になく咲き誇る花びらは兄貴からのメッセージなのだろう。兄貴は死んだのかな。あの日から一年越しに届けられた桜だより、それはいてついた心の雪解けを誘う。詩人だね。そう、悲劇は一年前に起きた。あ、過去の話をやるのか。島崎工業桜坂製作所、4月15日。相当燃えてるなこれ。何台も来てる。島崎工業。現状指揮者名、筒崎は正面から火口塔へ突入、インパルスは外壁側面へ展開せよ。堀越なんとか。あ、気弱そうなやつ。3キロ放水よし。三木京介、筒崎消防士、注水始め。で、なんか事件の謎を解くって言うんだったら、予想以上に火の回りが早いな。この奥に猛烈な熱源が潜んでいる証拠だ。あ、なるほど。お兄さんも消防隊員だったってことか。だとすればまずいな。火星の見極めが難しい。中津川和也。副市長はここで待機願います。冷静に判断する人間が必要です。副市長、ヤバくなったら応援頼むっす。あ、おちゃらけたやつがいる。土井純平。第一、土井はお前に任せたぞ。了解、兄貴。任せとけ。副市長、こいつらを頼みます。俺は単独で加点を探ってきます。分かった。だが何かあったら呼んでくれ。すぐに。そうやって一人で行くから。兄貴、これ待っててくれよ。必ず合流するからな。この服装だとさ。待ってるぜ、大地。誰が誰だか分かんねえよ。目で判断するしかねえな。本庄雄一郎、これがお兄さんね。じゃあ俺も本庄か。よし、桜坂人突入。人、本庄大地。あの時これが私ですね。思いも知らなかった。常に俺たちは人生が合わせていること。いや、それは思っとけよ。兄貴が無慈悲な真紅の炎に飲み込まれてしまう運命だったなんて。やっぱ一人で行かせるから。来た。火口塔&宿泊塔。はい。いや、チュートリアル。こうか。よし、まずは目の前の炎を全て消火だ。了解っす。四角で放水。そう、四角で放水だけ説明書で見てる。あとなんか、いろいろあったけど、覚えれなかった。うんうんうん。はい。ストレート。うん。
はい、現着しました。これでいいの？あ、結構かかるねこれ。よし、弱い炎は一気に消火だ。ここは噴霧っすね。放水にはストレートと噴霧の2種類があります。 R1 ボタンで切り替えね。噴霧は広範囲で威力が弱い、弱い炎にのみ効果ある。一緒だね。あ、待って、 R2 で旋回。総括情報を送る。現状は島崎工業、旋回、旋回。出荷当時は3体業者が解体作業中。お前、水、あ、そういうことか。被災物件は加工棟及び全ての、このまま巻き込まれた作業員は3名、押しっぱなしでそのままこう、なんかスティックを倒すと移動しながら、 R2 を押しながらだとその場でとどまる。そういうことだ。よし、全部消したよ。よし、消えたな。助けに来たぞ。誰かいないか。助けてくれ。いるね。シャッターの向こう側か。煙が、煙が。その扉を開けよ。バックドラフトあるか。あ、なるほど。大丈夫かそれ。機能してる？そうだよな。電気が来ていないのか。いや、待てよ。電源ならどこかにあるはずだ。なるほど。電源、電源。これだ。違う？あ、違う。あ、なんか時間、時間書いてある。ちょ、あ、こいつだ。上から回るそうだぞ。カメラを操作。カメラ合わせってなんだろうな。L1 で見回し。あ、なるほど。はいはい。あんまり悠長なこと言ってらんねえ。おお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 そんな説明なかった。うわ、なんだ。わーおお、それはやばい。新手の炎か。消火、いや、救助が先だ。ドイ、下は任せたぞ。俺は上から回ってみる。あ、そういうことできんだ。 L2 で指示画面を開く。あ、なるほどなるほどなるほど。ああ、ああ、地図で操作できるってこと？操作っていうか指示をできるってこと？桜高、あ、ここ行けと。了解っす。よし、やれ。あ、左上に見えてる。まずは通電装置を始動すれば。いや、すぐ消えちゃった。これが通電装置。熱で完全に壊れているか。うー、あっち。こちらがダメでもあれなら考えるまでもない。行こう。よし、同意はちゃんとやってるな。どこだ、ここか。ほら、同意頑張れ。同意、お、鎮圧完了したって。お、動いた。やべ、爆発する。うわ、こいつはダメだ。別の装置を探すしかないな。別の、え、ちょっと、ちょっとお前さ、もうちょっと、もうちょっと頑張れって。了解っす。ここら辺なんか喋ってる。おーい、ん、何か動いた気が。いたぞ、要救助者だ。大林誠司。あ、そこにいるのね。かなり気が動転しているか。急がないと危険だな。よし、急ごう。こっちから降りるとこあるんじゃない。うわ、やばい。うわ、わわわ、もう火の消し方覚えてね。これでいいんだっけ。あ、旋回、旋回。よし、これなんかあるよ。小さな機械の残骸を発見した。うわ、ドラム缶。よし、ナイスだ、ドイ。あ、ここに装置ある。誰かいるのか。いない、そこにはいない。はい、そうだ。よし、電源はこれだな。よし、これで動くはずだ。ドイ、シャッターのスイッチを押せ。あ、俺が指示する。指示を開いてスイッチの位置を指定、丸ボタンで決定。 OK。 どこよスイッチ、これか。よし、いけ。いいね、
これ指示できるのす、うわちょ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 うわーって言ってる最中だったんだけど、おこれで人が助かった。でもこれは大丈夫、うわうわうわ、連打でピンチを切り抜けます。丸ボタン連打、アクシデント回避。え、画面右端の連打ゲージを満タンにすれば脱出できます。ほうほら、あ落ちてんのか今、あオッケー、残った、余裕だった。こっち、土井くん、土井くん何してる？土井くんちょっとここで救助しな。上級者発見っす。おナイス、させるよ。大地さん、要救助者を確保したっす。今から救出するっす。頼むわ。要救助者を連れて近づくと救出してくれます。大丈夫か、しっかりするっす。助かった、あーよかった。大地さん、要救助者を搬出するっす。お、やっとけ。了解っす。おい、あーちょ、おいじゃない。いいねいいねいいね、面白い。あと6分ね。あとは我々に任せてください。よかった、よし搬出完了だ。ドイ、この調子で先へ進むぞ。了解っす。はい、はい、あ、これで時間伸びてんだ、すごい。じゃあドイ、あ、こっちじゃねえの、そしたらよし一緒に行こう。よし2人で消せばもっと早いはずだ。あ、一緒にやろう。おい、お前遅いな。よし、ちゃんとストレートとあれをね切り替えてね。俺ここ消しとくから。ダメ？あ、開いたね。どうだ？うわ。あ、バルブ、耐火服が持たない。こんな場合どうすんの？バルブだな。バルブ。はい、危ないけどね。桜坂ひとまる号から桜坂ひとまるまる火口と最深部まで侵入成功。新たな要救助者はなしです。了解、火口とを切り上げろ。至急宿泊棟の検索開始せよ。了解。新しい医療部隊スポットが出現した。何それちょっとなんか新しいこと言われたけど、うわ、連打じゃない。なんだやろう、動く日もいるのね。ああよいしょよいしょよいしょ。ドイお前今何やってる？ああ俺今ここね。じゃあドイ来い。ああ間違った。よし、土曜ほっとく。でかいね火が。これストレートだね。×ボタンでダッシュ。ダッシュ中熱や炎に影響されず移動。ああなるほど、消さねえでいけって。熱ダメージを受けやすい。なるほど、切り抜けられるけどダメージは負いやすい。いくぞダッシュ。ゲージなんてどこにあるか全然見てなかった。こんなちっちゃいの消してる場合ではないよね。あ、近くに行くほど多分あれだな、よく消えるんだ。いや、こんなのやってる場合じゃないよね多分。行こうよし、土井来い。よし、これバックドラフトあるから危ないよ。そのうちあるだろうな。あ、あはは、手遅れなんだよ。もう止められないさ。あ、誰かいるのか？黒幕っぽいやつがいたよ。うわわ、ほら、これは、これ、
これ消しといた方がいいね、同意のためにも。え、消えない？もしかして消えない？あ、消えた。よし。うおうお、よいしょよいしょ、頑張れ頑張れ。土井くん、土井くん何してる？あ、待って、こういうとこさ、調べた方がいいのかな。ないね、ないね。おい、どうだ、いるか、いそう。いた、お、いた、頑張れ、助けに来たぞ。よいしょ。ああ、もう倒れちゃってる。返事もできないくらいか。これは消しとこう、消しとこう。よし、大丈夫ですか。よし、大丈夫だ。桜坂100から桜坂105、応援要請を行え。指定先は宿泊、うん、応援要請を行います。引き渡したらすぐに研究管理棟方面へ向かえ。 OK、 わかりました。応援要請を活用せよ。応援要請とは、救助部隊が黄色、医療部隊が緑、ピンクが特殊車両などに指示をすることを言います。仲間隊員とは違う特殊な能力でサポートします。ほーん。指示画面を出して L1 を押す。いや、これもう覚えれなくなるよ。指示と同じく三角ボタンで切り替え。ん？なんだ三角ボタンって。なんだっけ。まあいいや。あ、人を切り替えるのか。移動に時間がかかりますが、要救助者の安全のためにも近くに移動させましょう。ここでは宿泊棟付近に要請することで、救出までの時間を。ああ、なるほど。自分が行くところの、なんつうの、付近のところに置いとけってことか。なるほどね。こちら、桜坂105。この間は時間、あ、止まってるね。よしよしよし。宿泊、なんだっけ、宿泊じゃねえし。なんだっけ、い、どこ、どこっつったっけ。これが、あれだね。じゃあ、自分今どこ向かうの？こう戻っていくでしょ？で、ここ行きたいよね、多分。いいよ、俺んとこ来い。あれ？三角効かない？こうか。あ、オッケーオッケー。あ、ここね。ここに、やれっつってんの？じゃあ、ここ、ここ来させよう。なんか物ないかだけ見とく？ないね。あの、猿吉どこ行った？猿吉。現着しました。あそこ、燃えてる燃えてる。ただいま到着っす。いや、押せんだよ、おめえは。どい。で、あ、もう来てる。ごめんごめん、お待たせお待たせ。あとは、我々に任せてください。はい、ありがとうございます。タンカーはどうした？タンカーは、よし、クリアスポットに向かえ。桜坂105から桜坂100へ、任務完了しました。早速だが、研究管理棟へ向かってくれ。外壁がついに火を吹いた。了解、直ちに向かいます。あ、他の人が行ってるところの応援に行けってことか。クリアスポット、フロアのクリア条件を満たすとマップに矢印が表示されます。クリアスポットに行くことで次に進むことができます。あ、入ってきたとこじゃん。ほんと？傷を治す、ダウンから復帰。あ、こいつらがダウンする場合もあるってこと。あ、なるほどなるほど。違う違う、仲間がダウンしたら医療部隊に直してもらうことができるんだ。へえ、なるほど。今サルクチは大丈夫だ。でさ、なんかこっちの方、あ、ここじゃねえ、ここじゃなくて、こっちの方に黒幕っぽいやつが見えなかった？あ、ダメだ、壊せない。水でもダメだよ。じゃあ行こう。ちょっと、あの、いや、逃げ出すわけにいかないっつうかさ、そっから出りゃいいじゃん。こうダッシュね、ダッシュ。よし、消さなくていいよね。ダメ？
いいはず。あ、土井は頑張ってるわ。いい、土井は置いてく。よし、着いた。あ、治療？助かったよ。あ、治療しとく？おー、あ、こういう感じで逃げ出すわけにはいかない。あ、何？やっぱり火全部消さないとダメなの？あ、ごめん、ここじゃなかった。それ医療スタッフだったわ。間違えた。よいしょ、よいしょ。これ火消したって、時間は、戻らないから。ダッシュ。ダッシュすげえ短時間しかできねえな。なんか、水やってねえのに火消えたないな。そういうこともあるのか。よし。あ、どうした？どうした？どい、おい。よし。多分今の有効でしょ。あ、やっぱ終わるんだよね。ならさ、もうちょっと消しとく？時間あるし。土井と一緒なら早いだろう。土井、噴霧しろ、噴霧。よし。そこも消しとくか。そうだよね。どっちなんだろうね。この消防隊員ってさ、火を消すのがメインなのか、人を助けるのがメインなのか。どうせこの工場はもうダメなような気もするし、人を助けちゃってそれに邪魔する火だけ消せばいいもんなのかね。気を引き締めていけ。次へ行くぞ。よ、了解っす。あ、セーブしますか。え、これまだ続くのかな。なんかいい区切りだからここで終わっといた方がいいかな。ちょっとここでとりあえず終わっときますけど、もしすぐイベントとかあってそのまま終わるんであれば続けます。まあ一旦ここで終わっときますね。はい、ではご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。